いやお客さんなんて久しぶりじゃの。海辺にすっぽんタクシーっていうのがあったから思わず乗ってしまった。ところでお客さんどちらまで。竜宮城だ。運動場。いえいえ走る気ゼロ。竜宮城。集中力。お前が集中して聞け。ああ竜宮城ね。お客さん最初からそう言ってくれないと。言ってたぜ。めちゃめちゃ言ってたぜ。了解。頼むよ。あれわしゃどこへ向かっておるんじゃ。ギャフ。綺麗なお魚さんたちですな。浦島ニャン様、亀を助けてくださってありがとうございます。いやいや当然のことをしたまでですよ乙姫様。亀は助けていないのだが、竜宮城に招待されてよかったのだろうか。浦島ニャン様、竜宮城名物新鮮なお刺身を召し上がっていただけますか。いいですな。お刺身は大好物です。でしたら、はい、すぐにさばいてお刺身をご用意しますわ。浦島ニャン様、くれぐれも玉手箱はお分けにならないでください。玉手箱といえば、開けるとおじいさんになるというのが有名なオチだが、開けるなと言われると開けたくなるというもの。この煙はやはり、あれおじいさんになってない。開けてしまいましたね。え、開けてしまったのでもう返品できません。煙のお代金1億円いただきます。おしまいにゃん。妖怪